ゲロモンゴーグルにデビルスイーパー、今は展開もハイテク化の時代です。キューピッドが使う弓矢もオートマチックでしたっけ。銃とかボウガンの形をしたのが出てるんですけど、私は昔ながらの弓矢タイプのが温かみがあって好きですね。何事にもファイオーです。お疲れのサラリーマンさんを見かけると、同じ社会人として応援したくなりますです。あちらから私の姿は見えていないと思いますが、通りかかるたびいつもファイトって声をかけてるんですよ。案外人間界の方がのんびりできているのかもしれませんね。うっさいな。ずっと徹夜でゲームしてたんだ。頭に響くから静かにしてくれ。どうした兄様、鳩が豆鉄砲を食らったみたいな顔して。羽と輪っか、そんなもんあるわけ。なんで？天使の力が戻ってる！しまった。わかった。兄様にならいいだろう。本当のことを教える。それではチル様は私と同じ天使だったのですか？元な、いろいろやらかして女神のやつに人間界に追放されてたんだ。人間として地上で勉強して人間のことを知ってこいって。まあそれが嫌で結局引きこもってたんだけど。人間のことを知る、なるほど。もしかしたら普段の生活の中で十分に人間のことを知ったので罰が終了したのかもしれませんね。よかったですね、チル様。これで展開に戻れますよ。はあ、展開？誰が戻るか、あんなとこ。え？面白いゲームに美味しいお菓子。地上の方が何万倍も面白いし、今更戻れって言われてもこっちがお断りだよ。それに何より、兄様と離れたくないし。なんだお前、兄様と話してるんだから割って入るなよな。チル様、本当に展開に戻るつもりはないのですか？しつこいな。ないって言っただろ。私は地上で兄様のそばで暮らすんだ。しかしそれでは女神様に怒られるのでは。それなら考えがあるから平気だ。考えですか？これでも私、天界にいた頃は千年に一人の天才天使とか言われてたんだ。兄様が今つけてるゴーグルだって試作機を考案したのは私なんだぞ。え？そうだったのですか？そんな大天才な私だからな。今は対女神用の武器を開発中なんだ。ちょうど素材に使えそうなクリスタルは前の洞窟探検の時にゲットしてたし、あれさえあればもし女神のやつが文句を言ってきたとしても返り討ちにできるだろう。なんと恐れ多い。チル様が
展開を追われた理由が分かった気がしますです。そんなことより明日は学校に行くぞ。驚いているな兄様。天使の力を取り戻した私は無敵だ。今までジーやバー、そして兄様には散々苦労をかけたが、今の私なら学校にだって通えるかもしれん。まあいきなりは怖いから、明日の放課後屋上で待っててくれ。人がいなくなったところで学校探検しよう。じゃあな、また明日だ兄様。ジル様、まずいですよマスター。ジル様の作るメカの力がどれほどのものかは知りませんが、女神様に逆らえばどんな罰があるか。これはマスターにとっても辛いことかもしれませんが、マスターからも展開に戻るようジル様を説得できませんか。大活躍でしたね。フェロモンゴーグルにデビルスイーパー、今は展開もハイテク化の時代です。キューピッドが使う弓矢もオートマチックでしたっけ。銃とかボウガンの形をしたのが出てるんですけど、私は昔ながらの弓矢タイプのが温かみがあって好きですね。案外人間界の方がのんびりできているのかもしれませんね。マスターを見ていると私も学生時代を思い出しますね。あの頃は良かったな。ってダメダメ、私。お疲れ様でした。そうだ、言い忘れてました。なんとですね、明日は悪魔撃退ポイントが2倍になるお客様感謝デーなんですよ。この機会にバシバシポイントを稼いじゃいましょうね。こういうポイントサービスデーはちょくちょくありますので、お暇な時にカレンダーを見ておくことをお勧めいたします。今日も一日頑張っていきましょう。